はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、ですね、右肩甲骨周りから脇を通っての胸筋が痛いです。まあね、免疫抑制剤が減ってきたことによるものだと思いますけども、免疫抑制剤というのはね、骨髄移植での副作用を抑えるための飲み薬でございます。まあ、以前というか、6月にね、肺炎で入院する前にですね、免疫抑制剤が減っていった時期にもね、こんな症状がありました。年末に退院して3ヶ月ぐらい経った、まあ、3月ぐらいだと思うんですけども、あの時も出だしたのかな、確かね。まあ、あの頃も免疫制度は確実にこう減っていってた時期なんでね、まあ、ちょうどその、まあ、職場復帰するための、まあ、プチ出勤をしてたぐらいでしたね。まあ、もちろん今回のこともですね、先生には報告しますけども、まあ、きっとスルーでしょうね。まあ、スルーというか、もう何やろうね、っていう風な感じで済まされる感じだと思います。まあ、寝てても起きててもね、何してても痛みが走ります。だからね、ストレッチ体操をする気にもならないんですよね。まあ、でもだからといって、何もせんわけにはいきませんので、まあ、普通に生活はしてます。こうまあね、2回前の通院から免疫抑制剤の分量がね、ちょっと減ってきてて、まあ、やっと20日経ったところでね、まあ、こういった症状が出てくるので、まあ、体は正直やなと思いますね。まあ、何か副作用が出てくるのは分かってたことなんですけど、あのまあね、僕めっちゃ痛がりなんですよ。まあ、なので座っててもね、今でも痛いんですよ。今以前よりお話ししている、その大腿骨のね、あの、痛みの方がそれは怖いですけども、今現在痛いのは、こう、右肩甲骨周りですね。まあ、副作用っていうのはね、ほんまにどこにどのようにね、出てくるかわからんのですけど、まあ、自覚症状があるだけね、今回マシでした。ね、前回の動画にね、お伝えもしましたけども、まあ、何かあったら必ず病院に直行して、先生に相談してください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。